今日のところは前の時の話の続きで、
そしたらば、
もうそれの続きは同じページの左から2行目、難学いはその車を担ぐがごとき、車もし出かざれば、車を担ぐがすなわち出か、牛を担ぐがすなわち出か。じゃあ車に乗ってた時にね、その車が動かなくなった、その時その車をぶったたいたらいいのか、あるいはそれを引っ張る牛をぶったたいたらいいのか、そうするとこの次は15章の裏の最後の一行、大弱無体になる、大弱、大弱はとうとう黙っちゃった、ね、こうしてそれから2行目のところに、難学まだ示していらん、何時何でも学す、これ画物を学するなり、お前は何でも学す、これは画物を学するんだ。そしてその次のあれはその16章の裏の3行目の、難学いはもし画物を学せば仏は妖僧にあらず、今座禅を学すのは座仏を学す、その座仏って言ったらこの仏はね、上手決まった形じゃないんだ、ね、そしてさらにその続いてですね、有識長の表の3行目です、難学いわくて、だから師匠の難学の話がもっと続いてるんですよ、何時もし座仏って言えばなわけこれ仏仏ない、もしね仏仏するってことは仏を殺すことだって言われなくて、そしてさらに続いてその17章の裏の定義の最初の行、もし座草を死ぬってばそのに真っ直ぐに払うことで、座草にこう執着してたらダメだぞっていう、まあこういう話だね、これはまあ普通の読み方すらそう、それで普通の読み方をするとですね、いわばその大学前日、大学っていうのは場所大学だと、その届けになろうと思って座禅に凝ってる、一生懸命それで座禅してる、そこへ師匠の南学が行って、こういう他物目的の座禅はしてならない、言うんで、まあ、順々と教えて話のように、まあ、普通にはごめん。ところがね、道元禅師の、本禅のね、提唱はね、そういう話じゃないんだから面白いんだ。全く今度は、仏法の話になる。それで、その点で、まず、今、もう、一番初めのところの、この前読んだ、11章の裏の終わりから4行目、工場大着前時、ちなみに南学大抵前時に南学するに陸中新よりこの方って書いてあるね、これ結局もあのあれですね、大学前時がね、本当に道を得て、のちっていう。その、全く、螺鈿呪文の内容わかんないで、そして、たぶん、するつもりで座ってるって、そんなような話じゃないんだね。それで、臨終死人よりこのか、常に螺鈿呪文でしょ。それで、こうなってくるとね、こう、読み方が変わってくるわけ。師匠の難学と、それから弟子の大弱と、その、共にもう本当の座禅を心得た同士、それで、共にね、
口は話しますから。だからね、これ、この18章のね、6行目、表の6行目ですけど、まだここから読んでみたいと思います。結局ね、この話の最後は終わる、結びとしていう公勢、南岳公勢の師匠、司教、格のごとし、座仏も他仏を称する、これ、公勢これなり、ね、要するに、公勢は座仏の他仏たるを称する、それから、座仏のために座仏を示す、南岳これなり、こう書いてある。結局、今のこの話の最後の結びはこれだ。で、結局、南岳と皇帝が、もう、なぜにも、話が分かったと思うし、なぜにも話をしたい。そういうこと。そういう意味で、普通に読む読み方と、それから、道元の意味の読み方が、ごろっと変わってる。どうしてそんなにね、ごろっと話が変わっちゃうの？それはね、そこのところが大切なんです。結局ね、すべてのね、この正法現像すべてですよね。正法現像の出てくるどの言葉もね、世間の世間語として使われているんだ。仏法語として使われている。まただから世間語として読んだら話が違う。仏法語として読まなきゃいけないってことですね。で、だから、この前読んだ時でも、大徳を座禅にして、都合十万ってね、この何をか測るってこと、まあ普通なら読む。ほとんどどうするつもりだっていう話ですね。ところが、道元禅師の読み方、そうでなかったでしょ。都合十万って、ずさぶつ、ずこ十万、ずさぶつって、この、さぶつにずだっていう。だから、普通ずっていうね、測るって読むと、なんか、今やってることを差し置いて、なんかをの、あれですね、思い描いて、そして、何々するつもりっていう読み。ところが、道元禅師はそうではない。そういう、つもりっていうんだったら、こう、これをやってることと、それからつもりっていうこと、二つに分かれていく。ところが、そうでない道元禅師のは、そういう二つに分かれる以前の話してるんだからね。これが仏法の読み方。そうするとさ、座禅の図ってね、他仏の図って、この他仏の図って、一般に仏師の図。要するに、それほど、ただ、今、仏と十万、あるいは、七他十万って言った、この十万、これも何をか測るとか、何をかなすとかっていう、何っていうふうに読んで、自分心、そうでなしに、十万っていうのは、これっていうの、否定する以前ということだ。これが何だって否定する以前が十万。それで、だから否定しようのない、頭でつかみようのないっていう、その実物を正すっていうのが多十万。そういう読み方になったね。この前に読んだ人だよ。当然ね、正法現像は、どの言葉もね、決して世間的意味の言葉じゃなくて、仏法語だ。そうするとね、その世間語と仏法語とってどういうふうに違うかっていうとね、世間語っていうのはね、大体ね、自分っていうのはね、ある、この、例えばこのもの、それから自分とって、お詫びだった後の話。それで、私は、ね、この本の観察者。それで、外側から見て、そして、これは、
これじゃあないとこういうふうに規定するわけです。それで、だから普通に使う言葉あいつのは否定心だ。それで、これはこれでない、あれはこれでないって言ってね、それではっきり決めるわけですね。それに対してね、仏法ってのはそうでない、観察者じゃない。私がこれって言ってね、言う限り私がこれを見てるっていう、見てるとこれ、ね、見られたものと分かれる以前の実物だ。これが私がいつも言う生命の実物だ。そしてこういう生命の実物を生きるこの自己の簡単史としての言い方なんですね。でだから実物っていうのはね、普通実物っていうのはね、その見られた向こう側のものは実物っていうのは、まあ、英語でもレアリティ。しかし今私が使っている生命の実物、仏法でいう思想とか、ね、真実とかっていうのはこういう二つに分かれた後の話です。分かれる以前、それでこれだったら、だから例えばね、この前にも話したけど、この例は私の傑作だと私は思ったけど、昨日も翔さんがあれは話はよく分かったじゃあ本当でだからよく愛に来るて私は右側上で散歩する向こうからこうある その八幡山崎のところでもう雨降って、この雲が、それで雲、他の雲とは違ってあそこに雲があると分かる。そしてそこのところ雨降ってると分かる。ところがね、あれが来るまでに早く帰らなきゃって、まあもう、どうせ一生懸命歩いてね、何しろ、どうせそこで土砂降りにあるのも困るもんね。あれしようと思ったら、なに、それで目離して、ちょっと目離して、一生懸命歩き始めたら、もうポツポツ降り始めたね。あれって言ってね、そんな早く雲が来るはずはないと思って見たら、なに、もう全部雲。そして、もう、雲ってやっぱ早いね。これは鳥より早い。鳥は飛行機より早い。パーッとね。そうするとね、その外側から見ればまたあれは雲だ。それで、あそこだけ雨降ってると見える。ところが、その雲の中に入っちゃったら、下に行っちゃったらもう雨。それで全部雲。もう原点が雲。これ、そこだ。その外側から観察するのと、それからその中に入ってるのと、全然違うね。それで、これまあ、右側に考えると、例えば山へ行って、その雲がね、中へ、あそこに雲があるなっていうのを自動車で登っていく。ところが、その中に入った途端に、もう、霧と雨だけだ。そういうもんです。それと同じようにね、人間理性の頭で見ればこそ、外側から見て、そしてこれものもあれと比較対象して、それでこれはあれでないと言ってるということです。ところが実際に分かれる以前ですよね。その雲と俺ともう一つになっちゃってるところね。そこじゃもうただ霧と雨に濡れてるのかしょうがない。それと同じよ。ところがね、その、お前さんとは話は難しいところだけど、我々人間理性を持って、外側から見ることもできるわけだね。ところが、その人間理性そのものが、働きが生命という雲の中なんだから、これが厄介なところだ。その、外側と内側とって、そうはっきり決まらない。雲と、雲と生命と違うとかそこだ。
要するに我々人間に性を持って外側から見ることができる。その目そのものが生命の働きなんだ。そうすると、分別じゃないってね、単に一口で見えない。分別ぐるみ、無分別。それが、その、修行って、神が修行って、修行っていうのは話になってくる。そういうね、そこでもってな、世間語ってのはただ、その外側から見ただけの言葉の使い方。それに対して、仏法語っていうのは、仏語っていうのは、そういう、外側からも見られるね、その分別があればこそ言葉も使う。しかしながら、それぐるみ、生命語だ。その仏法語。そういうところが、その話がね、その誕生じゃないですよ。そんな時だって、の神様信じたら悪い役があったんだ。そんなようなね、その争いで、ね、簡単な話。それから、知らねえから、悟り開いたんですが、そんなにね、その話がある。あれはまあみんな単調な人がやる。もっと、その、生命、一体構造であって、こういう単調な話じゃない。だから仏法の世間の尊の、そういう私いつも言う、波が小さい、クジラは大きい。大きい小さいって大っていうことが一つでもね、波が小さくてクジラは大きいって思ってるけど、ないクジラって言ったって海に比べれば小さいに決まってる。もっと海は大きいと思うと地球よりは小さいです。あれは地球は大きいかって波、太陽よりは小さい。まあこういうふうにね、だんだんこう比較して言えばこそね、大きい小さいというのはあるんです。本当の大きいって大っていうね、仏法語として大って言ったら、こんな比較の話を接してるってことが大事だ。これもいつも言うのとか。で、今の小方言動っていうね、この小方言動っていうのも、小っていうのはね、一持ってとどまるっていうね。一っていう字にとどまるっていう字。はい。に書いて、小。だから、そのものっていうことだ。まさにそのものっていうことね。それから、小方言語の法っていうのは何かっていうと、一心一切法、一切法、一心。これ、一心っていうのは私が体験する。それから、法っていうのは体験される。一心と一切法。あらゆるものと分かれる意見というのはね、それが一心一体、一体も一心。そう、法っていうのはそういう状態、実物だ。それから、現像の現ね、これは目だ。そういう、その、生命、実物を見るね、ところがこの、これも仏語で言うと、見ると見られると分かれる意見だ。分かれた後の見方じゃない。見ると見られると分かれる以前という見方。これが仏法語としての見方。それから像というか、そういう目を、その、像してる。そういう見ると見られると分かれる以前の目を像してるっていう。これ、分かれた後の話じゃないですかね。そうすると、こういう深さとでも言うような結局、証拠言ですから、まあ、そういう深さの話なんですね。それで、まあ、世間語と仏法語と、そういうふうに違う、ごろっとします。それで、すべてこういう道元禅師はそういうふうに、仏法語として読み替えられる。やっぱりね、本三世暇なんですね。同じ言葉をそんなに入れ口に回してるんでね。そう思う人がいるだろう。頭の体調が人はね。ところが、これはね、その点に、ね、決してね、道元禅師がここに、世間語を仏法語として読み替えられているのは、推挙
いわば世間の、あのお母さんがね、その赤ちゃんの3人に見えたですね、我が子に、あれはあのワンワン、これはニャンニャン、これはハトモッコってね、一生懸命教えてるように、道元禅師はその仏法語としてのものの見方を我々にそのいちいちこう教えてくださってる、そういうことをね、私感じるね。それでだからこの正法伝道の繰り返し繰り返しね、その辺を味わってみると、だんだん我々の目もこの仏法を見る目になってくる。その辺もね、だから正法伝道はあれするのにね、いろんな健康を挙げて、そして調べて、そしてまあ会社に行って言葉のつりつま合わせてる。これは正法伝道の話です。大切なのはそのどこまでも故郷昇進ってことが、その仏教にはね、要するに古い教えを通して自分の心を照らし、そしてこの自分の心を深めていくということですね。これが故郷昇進。要するにそういう、あのこの正法伝道のような決して天候を挙げて調べてという話じゃなくて、どこでもこれ故郷を昇進しながら読まない、まあ、そういうつもりでね、あのつまり正法伝道のそういう仏法としての目を養うということは、本当の諸仏、諸仏は大人なりっていうの、八大人なりの初っ端にあったね、この仏さんって、仏さん仏さんって外側にね、仏とは本部でないんだって、外側があるんでじゃダメだ、そうでない仏とは何かってね、諸仏は大人なり、大人なんだ、本当の大人、本当の大人の目を、この我々ね、正法伝道を読みながら、本当の大人の目を養い、深めていって、本当の大人になる。これが大切。そういう、つもりでね、読んでいきます。それで、まあ今日のところね、難学いわく、まして鏡となす。これまして鏡となすって言って、簡単に言えない。まさきょう、この動詞、諦むべし。まさきょうは、どうに必ずあり。そうするとね、ここでもね、まっていう言葉もね、鏡っていう言葉もね、普通世間で言うと、磨く、あるいは鏡の話じゃないんです。ね、例えばね、先に故郷の中にも読む、故郷って古鏡って言うんだったらね、古道具屋か、あの骨董屋に出てくる古鏡、ところが仏法として故郷ってね、これはもうそういうあの鉄の鏡、あるいは銅の鏡、ガラスの鏡の話じゃない。そうでなしに生命実物を言う、ね、それから鏡って言うと、まあ、映されるね、鏡を見て、そしてその自分の顔を映して見て、あ、私綺麗だなって言ってお化粧して、そういう鏡、そういうのだったら二つに分かれた話、映されるね、そうでない、その今、鏡っていうのはね、こういうガラスの鏡、鉄の鏡、銅の鏡、どんなもんでもない。それから、あの、映される、そういう二つに分かれたもんでもない。結局、仏法としての鏡が映される、二つに分かれる遺伝の鏡。これが、結局、
られる。そう、そういう二つに分かれる以前の生命実物そのものってそういう感じ。それが馬っていうのもね、磨くと磨かれると二つに分かれちゃったら、これは世間の話。そうでない仏法としての磨くっていうのはね、磨く磨かれる二つの分かれる以前を磨くってことだ。まあ、それだからね、話はちょっと流水ですよね。二つの分かれ、二つに分かれるっていうのは、大体我々の訓練する頭で、そしてあれとこれとって二つに分けたんですね。その頭を手放し、手放しってね、その二つを分かれる以前を手放し、手放しているところを磨くんだ。それで、そうすると二つに分かれる以前のどっちへどう転っても恩義なしっていうところを磨くわけだ。大概我々の場合、あれかこれかって言って分別してさ、それで、できるならうまい方へ転ぼうと思ってたんだ。そのうまい方へどう、そうするのが必ずやっぱり特殊の方へ転びたいとか言うね。ところがそうじゃない、本も徳も分かれる意味で、見ると見られると分かれる意味で、磨くと磨かれると分かれる以前と、そういうところを磨くんだから、どっちへどう転んでも本気なしっていうところを磨かない。それで結局この磨く磨くが磨かれるが分かれる以前の磨くっていうのは、まあ深まる磨く。それでだから摩擦境、この通し諦むべき摩擦境は通り必ずない。だから、まっていうことは、そのまんまが左京ですね。道理が必ずある。まさ京です。その、ま、それは左京。そういう道理がある。つまりね、我々、その人生で生きてるんだ。その、あれを、生きてる、我々今人生生きてる。生命実物ね、この生きてる生命実物をただ見合う、ただ溜まっていく、それが鏡だ。このまた今日の道理ですね。まあ、それを今私一生懸命分かりやすく説明してるわけですよね。これは、ああそうか、またそこ側へ置いて、ああ分かったって、そ向こう側へ置いちゃった。これはもう話し合うんですよ。そうでないね、そういうただつりつまがあって、ああなるほどって、それだったらもう話し合う。そうじゃない、それよりどこまでもね、今、事実、私が生きてる生命実物っていうのはね、これを、立ち返らない。いつも言ってると、実際に我々ね、本当にみんな生命実物生きてるから。ありがとう。まあ私も、この頃つくづくもうね、七十越してみたいね。俺も七十越しちゃった。70年毎日毎日にね、1分間にいくつの割で、その、絶えず休まず、とにかく息して70年。考えてみると恐るべきことだね。よくこれ、初めからそういうつもりしたら、とてもじゃないけど、気が重くなっちゃって、できないじゃないか。だけど本当に、これ70年を生きてきて、74なんですね。74年間、とにかく、
絶えず休まず、とにかく生きている。これはね、少なくとも、この、生命、実物生きているんです。それと同じようにね、我々いつも、あれなんだ、いつも我々、煩悩に満たされていますけどね、これ、いつでも頭の中にさ、浮かんでわけ、浮かんでわけ、いろんなことを思ったり妄想してたら、これも生きするのと同じように、これも素晴らしいことじゃない。頭の中にこういろいろなものがね、煩悩が湧き起こってくるってことは、これはまあ、これ生命だね。全く煩悩が湧き起こらないっていうんじゃないんだもん。これ大したもんだって、まあ、煩悩に驚かなくていい。これ、まあ、皆さん、俺と関係ないような顔して。みんな、分かってんの。みんなね、当然、ろくでもない。分かってんの。それよりみんな生命に続く。これ、二つに分かれる時点のところで、この生きしてる。また二つに分かれる時点のところで頭でこうして浮かんでくる。それでね、結局ね、この我々誰でも彼でも生命実物に生きてるんだっていうことを、それだから座禅修行して生命実物に生きるってんじゃないですよ。そうじゃない、誰でも彼でも生命実物に生きてるのは間違いない。それだと、それだったら、座禅して、その、生命に続く生きるっていうんじゃなくて、誰にも患者も生きてんな、なら座禅しないと。それだから、本当に。そうでなくて、ね、こういう、みんな、あれですね、ふっと浮かんだ思いの中に首突っ込んで、そっちの方ばっかり持ってる。それで生命実物から宙に浮いちゃってるわけ。その宙に浮いてるって、そして、ね、どちらんまい方へ転ぼうって、そればっかり考えてる。今、まさ行ってのはね、そうでない。この、座っても座らなくても、座禅しても座禅しなくても、生命実物生きてる。そういうところに座るって。それが大切なんだ。それがまさに、思っても思わなくても、信じても信じなくても、拝んでも拝まなくても、座禅しても座禅しなくても、生命実物に生きて、そういう生命実物に生きる、座る。それが本当の座禅です。これが大切なんだ。それなんとか、悟りと迷いとした、これもう分別された後の話です。それで、迷いを捨てて悟り、開こうって言ったら、これはもう、どうせ、もう二つに分かれた以後の話ですね。こうでない。二つに分かれる以前の生命を磨くって言ったらね、そういうところでさ、いや、これ、だから、悟りとかね、ある悟りを向こう側に置いといてさ、あそこに悟りがある、あの悟りになんとか早く行こうなっていうんだ、向こうの雲と同じだ。ところがもう悟りの雲の中に入っちゃったら、もう雲の悟りっていう言葉ないんだ。でもう悟りとか迷いとかね、そんなもんじゃない。今生命実物ってのは全て二つに分かれる自然っていうか、ね、そういうところです。そうするとこれはどういうのかというと、どっちへどう転んでも恩命、そのどっちへどう転んでも恩命のところに垂らす、もう奇妙するね、奇妙っていうのは命に変える。それでそこへ座る。でどっちでも転んでも恋の帰って帰って、そして起動する。
するなる手から現状っていうのは隠れなし、公安っていうのは、まあ、現状公安の前にでも読んだ言ったように、あらかじめの高さで、本当にね、今のまさきをすることはね、何も特別なことじゃない、ただ当たり前の深さに深まるだけの話、これが諸説になるんだから、決して頭での考え事じゃない、頭での作り事じゃない、リアクションじゃない、たとえ天なりとも、昭和たとえ京なりとも、あの道理を立球するに、ちょっとなど応用あることを知るべし。故郷も名称もまでにより、他郷をうるなるべし。この男に千っていうのはね、前にも言ったように、千って変わらずですよ。これは、いかなるか拳、障壁がらく、障壁がらくでは、いかなるか拳、拳の頃、今の駅は今。
首相は今首相をしなきゃ。で、そういうならば、仏陀の道徳なし、仏陀の戒律なし、仏陀の出世を専門せず、つまり生き生きした生命実物のあり方をよく知らなくちゃいけない。そんな、作り付けのような悟り開いたってしょうがない。そうでない。本当の悟りというのは、今の道が今しなくちゃなのか、今の悟りが今開かないかなんて、ね、どこまでも生き生きした。で、大弱医学、まぜん神にしかなくて、神となることは縁や。これもね、マテンがどうして状況であることができようかって言ってるみたいだ。仏法としてはそうかい。マテンはマテンの自力。体を見破ってもらったら、見破は見破る自力かもしれない。それで、決して状況のためでない。神とするためじゃない。マテンはマテンに状況のためでない。そういうところに帰ってこる、そういうのも状況になっちゃうのね。そういう通りがある。誠に魔戦の欠陥がある。これはね、魔戦は魔戦だけですよね。魔戦の独立が、兼ね合いなし。それを欠陥。で、他の力量を、からざれどもというのは、まあ、表現的には、いつでもからざれどもというのは、からざればっていう意味で使われていることが多いね。そういう時もこう、他の力量もからざれ、マセフは状況にあらず、マセフは決して状況じゃない。状況を確認するになるとも、速やかになるんです。マセフは状況でない。マセンはマセンだけ、状況ではない。ところが、そのマセンが、マセン入りっていうところの、そのものが、状況だ。だからね、悟りにいない人は、ね、あれ、速やかっていうことだね。速やかじゃない。それにはそれだっていうのが2位。マテンがマテンにいて状況でない。ところが空を見ろ。それ、速やかにそれが状況だ。そういうこと。ところで、このマテン。このマテンはマテンに、状況は状況に、ね。これがね、まあ今一生懸命だって話してるんだけど、これまあ。おそらく皆さん分かったよって、分かんないっていうところはあるんじゃないかと思ったね。それで今度はちょっと角度変えてね、もう一つ、もうちょっとお話ししとくと。これはね、先に読みたね、現状公案の発見の、先には灰となるという話ね。あれをちょっと思い合わせてみると、いいのかね。これ普通には我々は先が灰となる、そうあるものが死ぬ。だから川がと見合いで川とする、川にならない人はね、あるいは座面して寒くする、いや座面が寒くなるはずはないと。まあ2つのものの間にね、1つのこう連環化を連環水位を考えてるから移る水位ねを考えてる。ところが、その、生命の実物としては、そういう、連環、水域もないんだってことは、焚き火は灰となる。さらに帰りて焚き火となるべきであらず。それで、地下あるもの、灰岩の地、焚き火は滝と検出すべからずって。つまり、普通は焚き火を模して、灰になると思う。ところが、もうそうでない。一旦灰になったらもう前に戻らない。それで、
これとも兼ね合いで初めて生が生。ところが